はい、よしでーす。今日はですね、明日から相方の兄弟が住んでいるフロリダの方に遊びに行こうと思っています。で、そのちょっとしたお土産を買いに、隣町のサウスハンプトンまで出かけてみようと思っています。サウスハンプトンという町はですね、聞いたことがあるかな？ドラマなんかにもよく出てくるんですけれども、お金持ちの方や、有名人の方の別荘が多くある町でも有名なんですね。で、そこに、テイツのクッキーという、ね、アメリカに住んでいる日本人の方にもとっても有名で、で、まあ、アメリカ人の方にも有名なんですけれども、そのベーカリーがあるんですね。で、この、テイツのクッキーも、実は、この私が住んでいるロングアイランドの、ハンプトンエリアが発祥になっています。で、そのクッキーを買いに今から出かけていきます。それでは、行ってきます。買い物終了。この3種類のクッキー買いました。普段はですね、他の小売店スーパーにはソフトなパッケージに入っているのが普通なんですけれども、ベーカリーの方にはハードカバー、ハードなボックスに入っているのがありました。スーツケースに入れてね、持っていくのでハードの方が壊れなくていいかなと思って。で、これはホワイトチョコレートマカデミアンナッツクッキーですね。で、真ん中が、オートミールレーズンクッキー。これ結構アメリカの人大好きですよね。で、こっち定番のチョコレートチップクッキーですね。この3種類。
買いました。最後までご視聴ありがとうございました。アメリカでの生活やキャンプの動画を作っていきますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。では。